AK-176-76mm 単装速射砲はソビエト連邦が開発した漢方である。57mm 連装砲 AK-725 の後継として1970年代中頃から運用を始めソ連海軍のミサイル艇や警備艦を中心に搭載された。現在もロシア海軍のミサイル艇や警備艦を中心に多くの艦艇に搭載されている。 単装砲ながら、従来の連想法以上の発射速度を誇る。オートメラーラ 76mm 砲に匹敵する、高い速射力と追尾能力を持ち、対空、対水上に使用できる、高性能な療養砲であり、比較的コンパクトに収められている。高い発射速度を維持するため、砲身は、水冷式となっている。発射速度は、毎分30発。 60発、120発の中から選択できる。同法は主として MR-123 ビンペル、または MR-123 から0ニコラル FCS により完成されるが必要に、応じて法側での射撃式も可能なようになっている。なお、本法の改良型として AK-176M がある。また、 ステルス性に配慮したシールドを採用した改良型 AK-176M1 が提案されているが、現時点で採用は確認されていない。中国ではロシアから購入した AK-176M を参考に国産化を図ったコピー版である H-PJ26 が開発された。独自にステルス性に配慮したシールドを採用しており、開発国の中国に加え、 パキスタンやバングラデシュなどで採用されている。AK-176 搭載のアルジェリア海軍、ジュベル・シェヌア級コルベットカシブ搭載の AK-176 ズルフィカル級フリーゲート搭載の h PJ-26 現役鑑定及び、退役鑑定一覧。ありがとうございます。